でしょうね、そりゃ。この度めでたくご結婚され、されたか、された。お二人による共演ね。ライカチャイルドやるっていうよくわかんない感じでしたけど。はい、じゃあ準備できましたかね。来たようですので、じゃあお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、素晴らしい、ノリノリでね。素晴らしい。
どうでした？あの、ご夫婦で一緒に。まあでも、いつもやってるんで。やってますけど。大丈夫かなっつって、やってました。微笑ましい。ありがとうございました。地味な感じの、ね、なんかこの今回の選曲、これ改めてこうやってセットリストをずっと見ていくと、これすごいですよ。たまんないですよ、ね、すごくよくできてる、素晴らしい曲ですから。その曲のセレクトもそうだし、その順番ご飯ご飯3杯です。ご飯はい、はい、それじゃあ次第じゃあ、まあ、あの追加で、はい、追加の、はい、はいはいはい、ちょっと頭の SE ってお願いします。 SE あの曲ごとこれは楽しみです。楽しみです。Thank you.
ギターソロこれ泣けますよ。すごいギターソロ弾かれますからね。そのハードル上げないでください。上げます。ベースは関君、ドラムシガキさん。これベース？あ、ベースどうぞ。あ、そうだよ。はい。うん。じゃあどうぞどうぞ。お越しかけて。わがままジルエットね。OK。キーボードで安代ちゃん入っていただきます。Thank you.
ードを組み込んでやるスタイルではなかなかやらないんですよね。だから一応キーボードが入ったボイのコードを弾いてみたいなと思ったんですけど、すごく感じがいい。はい、次ビートスイートボーカルアツシさんですね。はい、アツシさん、アツシさん、もしよろしければどうですか、ご自身のバンドのライブの宣伝などと。この時間は自由に使っていただいて結構ですので、はい、すいません、私ごときなんですが、ブラックってバンドをやってまして、茨城のね、つくばってところで主に活動してるんですが、今度の725、復興支援ライブクロスオーバーって言いまして、ボーイの元ボーイの高橋誠さんなんかも、来ていただいたり、あと、ボーイ界で、有名な、ネイキッド、ね、ネイキッドとか、あと誰か桜井さん、桜井さんですね、 GG ボーイズの、はい、ミスター桜井さんね、あと誰だっけ、あと何でしたっけ、あ、キスミ大輔さんも来ますね、あとは誰だっけ、ブラックです、よろしく。というわけで、今日はチケットなんかもあるよね、ありますね、もし興味ございましたら当ててください、よろしくお願いします。